ておりますが、はい、まあ今月から4月に入りまして、うん、ちょっと新年度始まったじゃないですか、うん、なんでまあ小中部も結構長いことやっておりまして、うん、まあ小中部も新年度に入ったということで、うんうん、ちょっと今回は今年今学期今学期学校学期このね今学期どんな小中部しようかなっていう企画会議を行いたいなと思います、うん、なのでね、まあまあまあ叶うかどうか分からへんけど、今からとりあえずこういっぱいね、このホワイトボードにちょっとやりたいことを書き出していきたいなと思います。はい、私初期しますからね。はいはいはい、ということで、もう早速早速なんかこうやりたいぜみたいなありますか？でもやっぱり、うん、はい、何ですか？これずっと言ってるんですけど、はいはいはい、やっぱり今年こそは、うん、バンジージャンプ。あー、バンジージャンプね、うん、バンジージャンプ飛べんのかな、出すだけや、そう、出すだけ、出すだけなんぼやから無料無料バンジージャンプね、ありますか他？はい、おい、やっぱあの運動系がやっぱ運動系が今楽しいじゃないですか、うん、これでも3人でやるのもいいけど対決系よね、うん、コラボなんか、おー、なっちゃったらビーチバレー対決で、うんうん、例えばあのお世話になる劇団お笑いさんの俳優陣、わあ大大初先輩だと他のアイドルの、ああ、運動コラボ、コラボ対決、コラボ対決な。でもコラボってさ今までさ、うん、やってきたことないからさ、あ、小中部ではないね、うん、運動系な、運動系、わ、いいな、運動系な、楽しそう。夏はやりたいかな、うんうん、え、でもやっぱり、うん、あのロケ系、ロケ系、ロケ系やりたくない？ロケしたい、ロケ、ちょっとできてなかったけど、もうさ、もうできるんじゃん、そろそろ、あ、ロケ、ロケ、ロケしたい、ロケ、え、もう夢はさ、ユニバとかでさ、もう行きたいじゃん、夢に、ディズニー行きたい、東京、東京行きたい、関東の方行ってみたい、東の方いや、ロケはほんまに夢、ずっと、うんうんうん、ロケやったらさ、あ、何本も撮れたらさ、いろんなね、あ、ロケじゃない、旅行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 、あ、旅行、あの、あれね、あれしたい、グランピングしたい、あー、そういうの、ゆるゆる、キャンプとかグランピング、いいやん、体験したい、え、やばい、夏に、夏、暑いな、え、グランピングって何のレベルグラン、キャンプとグランピングって何が違うの？一日もう用意されてるところに行くじゃん、あ、はい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 、用意されてる、そう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 、用意されてるところ、キャンプ系いっぱいあるやん、あるな、なんとかキャンとか、なんソロキャンとか、いっぱいあるやん、うん、でもグランピング多分用意されてる、用意されてるに行くみたいな、お家みたいなところ、で、そこで、そこで、そこで、どこで、あの、コロナ期間、その料理、食べる系ができてなかったの、あー、料理対決、料理対決、うわー、決まってて、なんか何を作るのか、なんか自家製、なんか実家ってよく食べてたものを知りたいかも、あー、なんか家庭の何、うん、味みたいな、カレーどんだけ違うかみたいな、あー、そういうことな、料理対決したい、料理対決な、うん、グランピングで料理対決、やばい、豪華な、あ、でも私もあのずっと言い続けてるやつがありまして、うん、あれよ、あ、わかった、何ですか、大食い、あ、それ絶対それの方が、そう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 、大食いグルメを食べれるか食べきれるか3人で、太らないけど、いや、夏やろ、夏やって、じゃあそのあと動く、ああ、そういうことな、いや、そんな一食で急に太らないから誰が一番体重落とせるかって、30分どうして、誰が痩せる、一番ってなるとさ、体重マクロみたいな感じになるからさ、マイナス何キロみたいなんでいい、マクロせず、せず、でもなんかそれもちょっと思んないやマクロか、マクロか、一番 NG かも自分で言うて自分で否定したじゃない、今一番無理かもしれない、あ、でもね、いいね、何、体重計じゃないけど、何キロ落とせるか、とりあえず箱や、とりあえずな、体重何キロ、大食いやるからにはそれ、次の週それ、あー、セットなの、セット
クライミングと料理はセットでした。ええー、料理やったらさ別に別にできるんじゃん。独立対決とかでもできるやん。あれやりたいの、あの何ですか、あれ、あの何クソ根性のミュージックビデオを撮る。あー歌詞、え、あれって何もタイトル決まってないから、何クソ根性、何クソ根性出ましたよ、うん、こん中
で一番やりたいのきっとあると思うんですよ、皆さんね、私たち3人萌え、ミレイ、アイリーあると思います。それをですね、まあ、まあ決めていただいて、どんだけそれをやりたいか、こう熱量を伝えて、最後一つ絶対やるのを決めようかなと思います。え、そうやな、なんか夢物語でちょっとつまらない、うん、そう絶対これ今年やる。そう、どれもね、まあ、結構やりたいなっていうの多いんですけども、もうなんかこれっていうのをこう一個決めてもらって、今からちょっとプレゼン